どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京台東区にありますラーメンランド浅草大門店さんにやってまいりました。こちらね、さまざまな中華料理、そしてラーメン、さまざまな、ね、中華料理とか、楽しめているので、今日やっていくんですけども、ここはですね、名物メニューの地獄ラーメン、地獄つけ麺、地獄チャーハンとか、そういうね、ちょっと激辛メニューがあるということで、今回これに挑戦していきたいかなと思います。で、辛さレベルが選べまして、1丁目から10丁目とか、もう無限に、追加料金さえ払えば無限に辛さレベルが追加できるということで、なんかね、聞いたところによると、お店の最高記録が116丁目かな、はい、ラーメンかつけ麺かちょっと分かりませんけれども、今回ですね、記録更新を狙って私200丁目に挑戦していきたいかなと思います。はい、これはね、不安なところがあります。いけるのかなとちょっと分かんないですけれども、200丁目ですから、なんとこの、料金ですね、なんと4800円税抜き価格ということで、約もう5000円近く、私はこの未銭を切って、挑戦するという、なんともド M な、企画でございます。これはもうやっぱ激辛ジョニーと名乗ってる以上ね、やっぱ最高記録を更新していきたいなと思います。はい、それではね、いつものように行った人の感想を見ていきましょう。ラーメンランド浅草大門店で激辛な地獄ラーメン112丁目をオーダー。カイエンペッパーたっぷりのスープ、口内がヒーヒーしつつ、味噌のコクもあり、細麺がスルスル進む、コーンの甘みも好印象ということで、こちらね、あ、キムさんっていう、このツイッターこのつぶやかれてから、このキムさんという方なんですけど、私もお会いしたことある方なんですけども、結構な激辛マニアで、112丁目をオーダーしていますから、まあ結構ね、激辛好きですと112丁目さえもスルスルいっちゃうぐらいのラーメンなんでね、まあ今回ね、ちょっと全然見ても200丁目ですからね、ちょっとわかんない、今日病院奥になるかもしれない、それぐらいの覚悟で、今日は、挑戦していきたいかなと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。すごいですね、ドロドロで、これが200丁目のスープ。そう、すごい、めちゃくちゃ汗かいてます。大丈夫ですか？大丈夫じゃないですよね。うわ、すごい匂いが、うわ、汗だらけ。汗だくですか、ごめんなさいね。うわ、すごい、うわ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 、真っ赤っかですよ。大丈夫かな、食べれるかな。僕食べれると思いますか？と思います。食べれると思いますか？僕、じゃあ僕がこれ食べきって完食したら、あの激辛認定証めちゃくちゃ目立つところに置いといてくださいよ。はい、お願いしますよ。よっしゃ、行くぞ。よっしゃ、行くぞ。前人未到の最高記録200丁目行きます。いただきます。さあ、地獄ラーメン2丁目お手並み拝見ですよ、ということで、未知の領域に入ったぞということで、見た目は非常に、鮮やかな、トッピングでございます。もやし、ネギ、そしてコーン、はい、そしてこれ大量の唐辛子ということで、うわ、唐辛子、このスープがなんだこれ、つけ麺の汁みたいにドロドロだぞ。ちょっと後悔してるな。すっげえなこれ。すごいなこれ、麺が。うわ、行列だ。すごいなこれ。
くない。頑張って。
麺と具材はほぼほぼ終わったんですけど、残りスープ、うわこれはいけんのか、これはきついな。よし、よし、行こう。このスープを飲んだらやばいっていうことはね、もう予測できちゃうぐらい
危険な匂いがポンポンしますけど、しかし男激辛ジョニー、この200丁目を完食して新記録を打ち立てる。いけんのか。怖いんすよ。そうだよ、これ4800円もかけてるから、これ食い切らないと。これはね、そうですよ、高い金払ってこれ来てんだよ。俺ならできんだよ。
よし、行くぞ。ラスト。行くか。ラスト行くか。ちょっと、なんか寒気がしてきた。ちょっと、俺マジで。これあかんわ。これあかんわ。つけ麺のスープだよ、これ。なんかそう、つけ麺のスープを飲んでる感じ。もう汗もかきすぎて汗出なくなって、逆にちょっと寒くなってきた。よし、行こう。よし、行こう。よし。よし。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。地獄ラーメン浅草大門店さんの地獄ラーメン200丁目辛さレベル、じゃらじゃら辛さレベル9です。9です。はい、ちょっと内容から申しますと、いわゆるね、そういうギネスに登録されるような激辛唐辛子ではないんですけれども、もうね、そのパウダーを100杯も入れたらね、もう辛いプラス、もうね、ほんときつい。ただただきつかった。マジできつかった。なんで、そのきつさをプラスに加えて、辛さレベル9という判断です。はい。ね。いや、もうね、きつかった。しんどかったわ。
マジでもうただただ食べきることを目標にして、やってきましたけれども、まあ、なんとかねこの通り200勝目達成しました。いやー、よかったです。はい、見事ねお店の最高記録を樹立しました。今までがね116丁目がマックスの最高記録にしかも大幅に更新して200丁目ということでね。まあでもねこれね多分おそらくね、まあ200丁目以上こう食べれる方とか多分いくらでも出てくると思うんですけど、今後ね多分やめないか、もうこれ以上辛さ自慢をしてね、辛さ自慢大会はもうこれで終わりにしよう。また一人ねこうやってに次201丁目頼む 人が出てきたらまた犠牲者が一人出てくる。僕はもうこれで三途の川を見た。もうやめないか。これ以上もう犠牲者を増やさない、いや増えないことを祈って今日はね、まあ、帰りの途に着きたいかなと思います。ありがとうございました。